はい、こちらがね、トンビー市です。利根川は洪水の度ごとに流れを変えました。昔利根川は橘山付近から赤城山の裾野を削って東南の方向に流れていました。桃の木川や広瀬川はその名残です。15世紀中頃、今の利根川の流れになりました。上細井の河岸段丘と南の前橋台地を船で渡ったので、一里の渡しと呼ばれ、船頭がここのトンビー市に船をつなぎ、また崖上の船頭山、古墳は休み場所であったことも伝えられています。かなりですね、右の方にですね、想定図って書いてあるんですけど、15世紀の中頃なんで、1450年くらいですね。それまではね、利根川の流れはですね、このような、マヤ橋城。これ今のね、県庁のある場所ですね。確かに県庁のね、西側を利根川、現在流れていますけど、1450年以前はね、右側の部分、すごい、川幅の広い、川だったんだね。立花山からね、南東方向。そして、馬場川河畔のね、船継ぎ、つなぎ石。もうすでにね、前橋散歩で紹介してます。船をつなぐのにちょうどいい、石が確かにありました。間と、ここのね、上細井町。現在地、トンビー市。およそね、1里だから、4キロ弱あったんでしょうね。確かにそのくらいの距離でしょうね。これは随分、1450年でね、川の流れが変わったんですね。はい。そのトンビー市はというと、これはあれですね、馬場川沿いの、船つなぎ石よりもでかいですね。こういった石にね、船をつないでおいたんでしょうね。右側にはね、古い標柱。上細井町鎌倉。昭和48年3月岸閲。岸閲っていう表現がいいね。トンビー市。戸籍。ここの流れも当時の、わかりませんけど。すごい太陽光パネルだね。もうね、前橋。私立の前橋高校。こちらにはね、
綺麗に色づいたもみじ。あ、ちょっと太陽光線の。はい、1450年以前の、まあ、利根川のね、まあ、私です。一位の私トンビー氏がこれです。ご視聴ありがとうございました。